月6日金曜から8日の日曜まで開催中の戦祭りおすすめカード紹介。ルールは赤、高原子上昇速度、高ダメージ上昇、平安の武力プラス1、青、撃破で白ダメージ、平安の兵力プラス30。このルールで圧倒的におすすめなのが新軍行き。計略は指揮後の号令で発動時の対象それぞれの兵力が多いほど武力が上がる。兵力上昇戦祭りで常に優秀な計略だけど、今回は本人が平安だからいつも以上に強い。お相手は多分みんな知ってる初日午前中で先行5万を超える超有名ランカー。腕でこの子を倒すのは難しいから、命名タル戦のパワーに頼っていきたいところ。突撃で流派を稼いでいきたい。普段から命名たる戦デッキはどこで舞台流派2を展開できるかが大事。心は死なね。僕はどうしたらいいの？残罪だ。先には再生が待っておるぞ。てめえを使ってどでかい花火を打ち上げてやるぜ。三国志大戦の順位もそうだったけど、盤面の情報が急に変わる系統はアドリブに弱い投稿者には苦手。残罪だ。貴様、貴様、流派発動。二の方。残罪だ。戦機開放。突進。残罪だ。強いんだな。僕はどうしたらいいの？おのれ。俺は逃げも隠れもせん。お前の涙が止むまで俺の殺戮は終わらない。流派発動。一の方。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。刻んでやる。よりや者ども、刻んでやれ、刻んでやれ。残罪だ。羽田は左から斬撃を入れるべきだった。ここで舞台を取られたのは痛いけど、幸い復活持ちだからまだ可能性はゼロじゃない。この俺に死という言葉はない。Who's that?
災だ。突進。お前の涙が止むまで俺の殺戮は終わらない。撃て。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。突進。断罪だ。チキサから本陣を狙ってるのを見越してか正面衝突は避けられてしまったね。ここで下がれば残り時間がなくなるから覚悟を決めて攻め切るしかない。邪剣の下りはここにある。ではおさらば。私の号令を聞いてくれ。さあ言ってくれ。聞けったら聞け。流派発動。三の肩。マレキだ。ゲロウ様。流派。これを超えるか。届いた。すごく面白い試合になったと思います。ただはまだあまり使ったことがないんだけど、このセリフは鬼相手の特殊だったりするのかな。
の落とし流派発動。3の型残災だ。突進突撃突進命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。突撃残災だ。ボロビー行くね、変わらんと祈る心は推しからね。撃て！撃て！ほどぞ儚きともすれば。心は死なぬ。一の方自己哀れ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。なんでうちが踊らなあかんのやん。天気私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。けがらわしい猛者め、これ以上サウス様に近づくな。ちょっと強いな。撃て。強いな。ちょっとおかしい。撃て。なんだこいつは。突進突進。夢じゃないの。おのれ。
ご視聴ありがとうございました。兵力上昇側でクロス兵力を使うなら最優先で採用したい1枚でした。